どうも、青猫です。今日からアニメレビューも一新されました。どうぞ、これからもよろしくね。今まで、毎日ぐらい更新してた時期もありましたが、あまり気を張りすぎてしまい、投稿しなければと、焦ることも多くあったので、気軽に週1投稿していこうと決めました。記念すべき第1弾は、キラッとプリ、ちゃん。2018年4月8日から2021年5月30日まで、一時期、ご時世で休止もありましたが約3年続き、めでたく、最終回を迎えましたね。もう、3年、中学1年生だった未来も高校に入学しました。最近のアニメで一番長く見ていたアニメになりますよね。最初は未来とエモと2人で始めたプリちゃんも、仲間がかなり増えましたよね。最終回は、今まで出ていたキャスト勢揃いでしたね。ここ最近は、結構隅々に、あんなキャラとか、結構懐かしめのキャラとか、ちらっと出ていたりもしたので、こんな日が来るとは、感じてはいたんですが、やはり終わりが来るのは寂しいですよね。思えば、プリちゃんが始まった当時は、YouTube を見出した頃でもあり、もう、あれから3年かと思いますね。やってみなくちゃわからない。わからなかったらやってみるよ。最後のライブは、初回のオープニングテーマの曲でしたね。数あるオープニングやエンディングの中でも、あの曲はプリちゃんらしくて、いいなぁと思いますね。3年、数あるエピソードが放映されました。すべて、思い出深いんですが、やはり特に好きだったのはダイヤですね。投稿したアニメレビューの中でも唯一プリちゃんを投稿したのもダイヤ回でしたね。もし、良ければ、過去動画見てくださいね。あの動画は100回突破した頃だったから、最終回は153回。もう、そんなに経ったんですね。好きだった曲も、たくさんあります。当時よく聞いたのは、エモの、好き好きセンサー。CD を購入して、何回も聞いてましたね。エモの元気さが炸裂な曲で大好きでした。プリちゃん CD もたくさん買いましたね。まだ、最近の曲は出てないけど、出たら欲しいですね。オシャマトリックスの曲も CD で出て欲しいですね。プリちゃんデビューするとは思ってなかったのでデビューした時は驚きましたけど、もっと驚いたのはディアクラウンの店長がデビューした時。あ、現在の店長でなく、昔のね。その曲も入った、真のコンプリートアルバムとか、出て欲しいなぁと思います。そういえば、プリズムストーンの店長、メガネー。あの人は、歌っていたのかな？まあ、あんまし、想像つかないけど。そういえば、最終回に未来の父親が出てきましたね。あの王、いたんですね。軽く、プリちゃん振り返ってきましたが、思い出があまりに多すぎて語り尽くせないですね。きっと、これからも心に残っていくアニメだと思います。プリちゃんが、もう見れない、なんか実感湧かないな。日曜日、テレビの前に、ふとチャンネルを合わせそうです。今日は、プリちゃんの最終回の話をさせてもらいました。これから、週1でアニメの話やラノベの話、などなど、雑談してる感じで投稿できたらいいなと思います。S どうぞ、これからも、よろしくね。チャンネル登録して、毎週聞いてくださいな。では、また、来週ねー。